ディズニー行きたー。はい、ということで本日は子供の日。私たちはディズニーにやってきております。本日はメンバー全員ですよ。もちろんこれはゲームなんだけど。カリフォルニアのディズニーを見事に再現。18のアトラクション、40以上のキャラクター。本日から思いっきり満喫していきたいと思います。お、早速ミッキー発見。ディズニー入る時のワクワク感、いくつになっても変わらない。うん、行くって予定立てた時から、もうワクワクだもんな。それでは夢の国、存分に楽しんでいきたいと思います。うわぁ、ミッキーマウスだ。楽しいことがありそうだぞ。さあ、ミッキーに会いに行こう。本日はこの男の子の姿を借りて、やっていきます。やあ、こんにちは。僕はミッキーマウス。会えて嬉しいよ。私も。困ったよ。今日は友達からサインをもらおうと思っていたんだ。だけど、トゥーンタウンの市長選挙でとっても忙しくて、時間がないんだよ。ねえ、君、僕のためにカラークリアメンか。サインをもらってきてくれないかな。いいぞ、その調子だ。じゃあ、ドナルドを探そう。ミッキーに手を振ってお別れしよう。何を言おうとしたか忘れちゃった。じゃあね、ドナルドのサインよろしく頼んだよ。ということで、ドナルドにサインをもらいに。ドナルドは多分あそこにいる。僕についてきて。このルートガイドをたどるんだ。色付きでわかりやすいだろ。なるほど、これについていけばいいのね。こんな感じでキャラクターのお願いを聞いたり、アトラクションに乗ったり、自由に園内を探索したり、そんな感じのゲームとなっております。実際もこれぐらい空いてるといいのにね。多分今日なんかは恐ろしいぐらい混んでるんだろうね。スペースマウンテン3時間待ち。あるある。なんかキャラメルポップコーンの香りが漂ってきそう。あれね、いい匂いなのよね。ドナルド、無事発見しました。そしてこちらのゲーム、実はコントローラー使ってません。なんか変なの出た。センサーに向かって体を動かすと、この少年も同じ動きをしてくれるのだ。何ちゅう格好してんだ。じゃあサインもらいましょう。サイン？もちろんいいよ。バカも嬉しいよ。どうぞ。今度はスロー。調子が良いや。バカに。これは殺してね。受ける。最初はミッキーに持ってって。今度はお辞儀をしてみようだって。お、なんか踊り出した。あれ思い出した。ミッキーマウスはマウス、じゃあ。いいステップじゃん。ドナルド・ダックはワッツ。出川イングリッシュ。出川さんは天才よね。今度はハイタッチね。また出ました。変態感だ。何注射着てんだ。主のお気に入りよ。主くん、今度はハグだよ。任せなさい。サイン欲しいよ。これは自分用ね。止めさせず、つまりいるよ。はい、あのバイバイ。サイン中、よろしくね。サインはゲットしたけど、ちょっとドナルド可愛いから観察。ドナルドガンに。貴様もリア充だったのか。うるせえよ。今日は天地を夜を浴びさせるんだ。下ネタじゃないよ。佐藤黙れ。男の子ドナルドを素通り。みんな寄っていってあげて。一日ここにいられるよ。おお、働き者のドナルドちゃん、主も見習わなければ。ダメージがあるよ。嘘つくな。実際はどこにも来てません。ドナルド、頑張って。大変だ。どうした？何も起きてないようです。みんな笑ってる。きっと僕がいるあらわ。何受けろっぷやねんか。ここに住みたいよ。ではミッキーのところに。皆様、笑うところですよ。笑えねえよ。ミッキー、ドナルドのサインもらってきたぞ。これはドナルドのサインをもらってきてくれたんだね。ありがとう。実はね、このサイン帳は僕じゃなく、グーフィーのために作ったんだ。みんなのサインを集めたがっていたから、手伝ってあげたら喜ぶかなと思ってね。さすがミッキー。グーフィーのところへ持って行ってくれる？
少年、パシリ再び。この言い方すんなし。緊張を渡してね。また会おうね。じゃあ、今度はグーフィーに会いに行こう。あ、ドナルド消えた。あらら、今さっきまでここにいたのに。どんな編集だよ。はい、気を取り直してグーフィーのところに。いやー、かっこいいね。スローにしても違和感なかった。だよね、やったー、ドナルドが僕にサインしてくれた。ありがとね。一日ここにいられるよ。もういいわ。さあ、グーフィーにもサインをもらいましょう。もちろん、名前の書き方思い出せたらね。少年、大爆笑。名前の書き方思い出せたらね。グーフィー、ナイスボケです。これで合ってる？ミッキーに字の練習してって言われてるんだ。少年は、グーフィーのサインをゲットした。いい感じにするんじゃない。感じるな、グーフィー。ニトリちゃんの口チャック。大したもんだね。再びミッキーの元に。僕からプレゼントがあるんだよ。君のための魔法のカメラなんだ。よかったら僕の写真を撮って練習して。はは、僕がポーズを撮るから君が写真を撮って。いい？了解した。これはどうかな。真似してみて。いや、誰が撮ってんだよ。かまー、ここで登場、おかまぬしちゃん。よかった、ちゃんと元に戻ってる。また手伝ってくれる？ミニーのためにアルバムを作ってるんだけど、グーフィーとドナルドの写真がいるんだ。まずはグーフィーを探して写真を撮ってきてくれないかな。頼んだよ。少年は思った。戻れば楽しいでしょ。思ってません。よおしおし、これでグーフィーの写真はゲットしたから、あとはドナルド。帽子をなくしちゃったんだ。あの帽子がないと写真撮りたくないんだって。写真が欲しいなら急いで見つけてあげて。なるほど、次のクエストはドナルドの帽子を見つける。この地図を見ればキャラクターやアトラクション、お店の場所、知りたいことが全部わかるんだ。シークレットの場所以外はね。さて、行くところがたくさんあるね。どこから行く？ここから自由に移動もできるよね。まずはトゥモローランド、スペースマウンテンに乗るぞ。そうだね、そろそろアトラクションにも挑戦したい気分。ねえ、あ、バズだ。トイストーリー大好き。おててフリフリ。ごきげんよう、私はバズライトイヤーだ。スターコマンドにようこそ。ねえ、バズに抱きついちゃうぞ。この辺りのお店を探せば魔法のコイン。だらかけてねえわ。あまり好ましくないが仕方がない。優雅に踊るには風のように動け。画面の前の視聴者様もぜひご一緒に。踊らねえよ。外でスマホで見てる人もいるんだぞ。スペースマウンテン、どこだ。前方の建物、なんかそれっぽい。アトラクション、どんな感じかしら。なんか不気味な声が。スペースマウンテンの入り口を探してたら、あの大人気キャラに遭遇。ニンテンドースイッチ。スイッチみたいに言うなし。ナイスとミーチュー。おぉ、ステッチタミーエンティー。You find lunch for Stitch? どうやらお腹が空いてる模様。また新たなミッションか。ステッチに食べ物を届けよう。それでは、二人も息も合ったダンス、ご覧ください。少年も楽しそうです。You dance so good! Yeah! Yeah! お、フィギュアスケートみたい。おっと、目的を忘れるとこだった。スペースマウンテン、発見。なんか輝いてるわね。これで僕の力が分かったかい？すごいだろう。中に入ってみよう。それではいざ、初アトラクション。なんだ？スペースマウンテン、ただいま1時間待ちです。皆様もそのまま1時間、お待ちください。待てるか、アホ。そこはリアルにしないでいいわ。スペースベンチャー、こちら管制センター。ソーラースレッドが接近中です。ソ
お、これがスペースマウンテン。チャンネル2に切り替えてチェックしてください。ポート通信ステータス正常、推力正常、全景気正常、スペースベンチャーポートサイド発射準備完了、発射5秒前、4、ワクワク、2、1、発射しました。いや、ここで終わるんかい。ごめんね、時間の都合で今回はここまでとなります。次回宇宙空間でお暴れ。頑張って操縦して変な動きのリアル虫も登場予定です。それでは今回もご視聴ありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。